はい、それでは今回のご質問こちらとなっております。はい、初心者の方ですね。で、うんふんふん、動画を参考にイラストの練習ありがとうございます。いやー、一番嬉しい、ありがとうございます。で、髪を塗るとかで、はい、ここですね、工程が多く途中で見ていても理解できないと、ついていけない。はい、そうですね、特に髪ってかなり工程多いし難しい部分なので、あの、興味ある部分だとは思うんですが、多分難易度が高いと思います。で、はい、ここですね、初心者は動画を見て完全にうんぬん、ポイントを押さえてうんぬんですけども、それともできるだけ同じように書いていった方がと。はい、模写をねするんであれば、そっくりそのまま書く方がいいですね。で、自分で考えて書く場合はポイントを絞って簡単に捉えた方がいいんじゃないかと思ってまして、今回だからこのご質問くださった方が模写としてそっくりそのまま書こうとしてるんであれば、あの、考えるな感じろってやつで、まあ、何も考えずそっくりそのまま書くと、まあ、いわゆる観察力、見る力ですね、観察力を養うためにやってると。だけど、まあ、見ながら一応自分のキャラも書いてますよみたいな感じでやってるんであれば、正直ポイントを絞って簡単にやればいいのではないかと。で、絵ってそのぐらい情報量が多いので、いきなり自分で全部考えながらやろうとすると絶対無理です。あの、頭がパンクすると思う。今九九を勉強する段階なのに、なんか急に積分解かされてるみたいな、まあ、そんな分かりにくい例えですけど、まあそんなギャップはあると思う。はい、やっぱ九九をしっかりやると、初めはと。なんですが、でね、まあ、例えばなんですけど、こいつ最近登場しないんで、まあ、ここで登場させちゃったよっていう感じなんですが、この髪の毛をね塗っていこうかなと思います。ちょっとで、まあ、本当に慣れてない方ってのはこう、やっぱこう線画の周りを縁取るような感じで塗ると、多分初めはだいたいこんな感じで、誰もが通る道、もちろん私もそうでしたと。はい、やっぱ知識ないんでこんな感じ。はい、ということで、こう線のね、影の強弱もなく、こうなんかなんとなく線に沿ってこう紙書いてできましたと。まあ、あるあるですよね。で、一方で、まあ、せめて今回ね、初心者の方であれば、一影すごく大事なので、はい、一影だけはせめてすげえ頑張ろう。言うて、まあ一影難しいんですけど、一影でも単純に、で、まあ、光源左斜め上とするならば、まあ、ズバッとこう、まあ、この辺の発想がやっぱすごく難しいんですけど、絵って、まあ、ズバッと入れると、こんな感じで裏側は、まあ、暗くする。はい、で、表側明るい。で、この辺も裏表とか難しいと思うんですが、まあ、髪の毛の表になってる、手前に来てる部分なのか、まあ、裏に来てる部分なのかという話で、まあ、多少はギザ入れますとね、ギザは多少入れる。で、一影は大きく入れる方がいいです、初めはね。うん、で、円柱なんでざっくりこう右側面暗くすると、こんな感じで。で、もうこのね、左側なんてそんな影入れなくてもええやんと思います。まあ、多少入れますかね、光がもろに当たってる部分なので。うん、まあ、ちょっと入れる、面積比率的な話ですね。この話もどっかでしてるとは思うんですが、はい、面積の話で、今回ね、一影プラス抜きだけで描いていきます。ぼかしというか抜きですね。抜きの話もいろんなとこでしてるので、ちょっと割愛、ちょっと回り込み系も入れたいので、この辺にこう回り込みの元となるもの入れて、ここ上の目向いてる、面の話もやってる、すごく難しい話ですね。ここはまあ回り込みの光が面に当たるので、まあこうかなと。うん、で、ここちょっと重たいので少し軽くしたいかなっていうんで、で、だいたいこんな感じでいいので、あとは少しだけギザギザを整えましょう。やっぱり絵ってね、丁寧さ大事なんで、はい、ちょっとこう線画に沿ってというか、軽くギザギザ入れます。こんな感じで。はい、まあ、この辺の影はあれですね、シルエットの話で、やっぱこう段差があんまり揃ったり大きさが揃うとちょっとダサく見えやすいので、強弱をつけるというコンセプトでやってると。はい、
で、まあ一旦ここまでできたので、ちょっとあれ抜き、ぼかしというか抜きですね、抜きやっていきます。抜きというのはそのエアブラシを使ってふわっとさせる、空気感出す。例えば、まあ、毛先かな、一番毛先をこうちょっとふわっとさせる、ふわっとさせるっていう感じ。ちょっと重たいとこを削り取るって感じですね。毛先ふわ、エッジは立ったままですね。毛先ふわ、毛先ふわで、まあせっかくふわって入れたんで、ちょっと1影足しますか。同じ色ですね。色はあくまでも1色しか使ってないです。はい、ここちょっとめんどくさいんで雑にいきます。エアブラシでちょろっと入れて、はい、ちょろっと入れ、ちょっと目立つとこにちょろっとこう入れて、なじませるって感じですね。ちょっとなじませると、はい、はい、で毛先は抜きたいので抜くと、はい、こんな感じかな。で抜いたらそのままっていうのもちょっとあれなんで、まあちょっと入れるかと。まあ、こだわり始めるとまた止まんなくなるけど、まあ通しました。今回もうこんな感じで終わっちゃいましょう。はい、でそうするとね、まあちょっと初めにやったやつも抜き、じゃあ俺も毛先抜こうか、ようわかんないんで、抜くとこわかんないからこの辺ハイライトくるんでしょつって、まあ例えばこう、はい、まあこんなんね、こうやってすると。でこちらが初めやった、多分慣れてない方が初めに通りがちなものです。でこれとこれって同じ色、同じツールを使ってるんですね。はい、なので全く同じことをやってます、この2つは。だけど結構見栄えが違うっていうのがわかるかと思います。ここちょっと不思議かな、ちょっと不思議。初めの方ってとにかく絵って情報多いんで、どうしようどうしようわかんねえ、もう頭パンクするとあるんですけど、やっぱりね、こう単純なところをまず極めるというか、しっかり描けるようにすると、基本的な部分を。で絵において、その塗りにおいてね、一影ってすごい大事だと思ってて、自分もうここでもう勝負が決まるんじゃないかって思うぐらいすごく大事な部分だと思ってます。なのでなんかあれやってこれやって、うわこんななんかオーバーレイとかも使うし、なんかすごいぼかしとかわからんわからんってなった時は、もう本当に大事な基礎の部分、もう一影俺極めるわとくらいにすれば、だいぶそのなんだろう、頭が痛くなる感じってのは減るんではないでしょうか。まあその一影一つ入れるにしても、確かにいろんな技術とか知識はいるんですけど、でもまだなんか立ち向かえそうな感じはしないですか。あ、色一色、あこれだけでいいんすか、え使うブラシもこれだけでいいんすかみたいな。まあ上手い人とちょっと慣れてない人って、多分ここら辺ですごい差は出るんですよ。で慣れてる人ってまあなんかいろいろ使いこなせてすごくてってあるけど、多分同じことをやっても多分このぐらいの差が出るんですよね。で実際まあサクッと一鍵入れるだけでもその人の画力って割と見えたりするんで、本当になんでちょっと頭混乱してやばいっすわ、初心者なんで自分っていう時はね、無理せずなんかそう本当単純なことをねしっかり書き切るぐらいで多分いいと思う。でこれができたら次に2影とかでもいいし、いろんな色を入れるとかでもいいと思う。うん、でここのクンフーをね、クンフーですよ、クンフーをすごく個人的には積んでほしいなと思ってます。ということでこんな感じです。今回お疲れ様でした。はい、今回もねご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。